1990年プロフェッショナルシューティング初代チャンピオンシリーズを行います。リングアナウンサーは私大木ボンドです。よろしくお願いいたします。それではただいまからプロフェッショナルシューティング初代チャンピオンシリーズを行います。まずはライト級3回戦でございます。青コーナーより千木和美の入場です。赤コーナーから重野卓選手の
Ready, go! しっかり抱いてるキャッチまだまだ Yamada, 逃げるな! 大原も逃げるな! ドロップス左だ!
ックスしてよ。両方もリラックス、両方リラックス。山田落ち着け。左のロー出していけよ。ロー狙うな狙うな。ジャンプ。お笑いだ。そうそう。両方リラックスリラックス。Thank you.
レイク。はい。僕、消えましたね。
レイク。どう。はい。打ち合いというのがあります。この一発にしても、一発にしても
合格闘技の打撃の特徴です。ですが、パン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 と打ち合うと、よく言えば、なんていうのかな、用もないのに打ち合ってると、簡単に捕まってひっくり返されてしまうということですね。どうです。次に、今日は簡単にデモンストレーションしますが、久しぶりにキックミットですね。ケガとかいろいろあります。コンビネーションで打たないということですね。シューティングの一発必中だということです。ですから、総合格闘技だから、皆さん、打撃が8分ぐらい、投げが8分ぐらい、決めが8分ぐらいが総合格闘技で行われればいいんだというのは、絶対勝てません。第1試合、第2試合はまた別ですよ。もう上の選手に行きますと、打撃が10、100%、投げが 100%、だから決めも 100%、この実力がなければ絶対上でいけません。ただ少し違うのは、打撃でテンポが普通のキックボクシングと違うということですね。ボクシングと違うということです。みんなカウンター狙いをしているということです。それでちょっと一発狙いで、まあ、お客さんがボクシングの時に、パンチの時にバーッと湧くっていうのは、そういう狙い方をしているからです。それじゃないと効かないというのが、この総合格闘技開発してきた、あれですね、今まで開発してきたものです。では、少し、ミットを叩いていきましょう。このシューティングは、まあ、絶対にそういうことは、僕の目の黒い道、まあ、今の選手の目の黒い道は、そういう姿勢では全く望んでおりません。何年か前に、僕が所属してましたキックボクシングですけども、ムエタイに向かって、もうチャンピオン勝ち取ったと、そのぐらいの時期がありました。うちのジムは、6つありますけども、その雰囲気をまだ健在で持ち続けています。それが私たちの目標です。まだムエタイに勝つとか、そういうことは意識してませんけども、システム的にもっと強い選手を育てて、皆さんにもっと本物の真剣勝負で日本中の方が、うん、これはいい試合だったと言えるような状況を私は育てていきます。皆様、これからもよろしくお願いいたします。スーパーダンスコレクションでございます。スーパー協会代表、佐山社長でございました。ただいまからセミファイナルラウンドを行います。アンモナースーパータイガージム所属、坂野直樹。
Bring it up! On your feet. Go! Go! Hold it! Hold it! Go! Thank you.
Let's go!
スーパータイガーチーム所属、坂本和弘。
神経勝負のファンの方々、どうもありがとうございました。ありがとうございました。